田村智子は、日本の政治家。日本共産党所属の参議院議員。日本共産党中央委員会中央委員、幹部会副委員長。日本共産党中央委員会、政策委員会責任者。長野県小諸市に生まれる。実家は神、文具卸省だった。旧姓は山崎。小諸市立野岩小学校5年生の時。 NHK 全国学校音楽コンクールに長野県代表として出場した。小室市立小室東中学校、長野県野沢北高等学校でも合唱に没頭。高校では、ベルディやモーツァルトのレクイエムなどを歌い、文化祭では、愛の名薬ノルマ、真珠鳥などオペラを3年続けて開催した。1984年、早稲田大学第一文学部に入学。 混成合唱団に入り、サークル活動に没頭。同年冬、大学側が翌年から毎年学費を値上げするスライド制学費を導入すると発表。おかしいよねと話しかけたクラスメートがたまたま反対運動を始めていた日本民主青年同盟のメンバーだった。学費問題の学習会に来てみないかと誘われ、恐る恐る参加。 何度も加盟を断り続けた末、共に活動することとなった。各兵器廃絶運動にも力を注ぎ、1985年10月に日本共産党に入党。大学卒業後、日本民主青年同盟に就職。後に、中央委員会に先住し、機関紙、我ら高校生、民主青年新聞編集長を経て、中央委員会常任委員となる。 民生同盟で出会った男性と結婚し、1995年に第一子を出産。青年運動を卒業することとなり、国会議員団事務局に勤務。1997年1月、石井育子衆議院議員の秘書となる。2002年1月、配置転換で井上美代参議院議員の秘書となる。議員秘書時代の1998年の、 第18回参議院議員通常選挙を皮切りに、国政選挙に5回、地方選挙に1回、計6回立候補するもののいずれも落選。2006年10月、日本共産党東京都委員会の副委員長に就任。2010年7月の第22回参議院議員通常選挙に比例区候補として、立候補、個人得票で第2位となり、初当選した。 2016年4月、日本共産党副委員長、常任幹部会委員に選出される。同年7月、第24回参議院議員通常選挙で再選。2020年1月、日本共産党政策委員会責任者に選出される。現在は東京都在住、家族は夫と数岡姫。第24回参議院議員通常選挙における選挙活動。 ありがとうございます。